ビデオボードだ。おお、どうやら大勢集まっているようだな。愚かなる人間どもよ、我々シャドーライン、ただいまよりこの会場は我らシャドーラインが支配する。クローズ、我々の恐ろしさ、この人間たちに思う存分思い知らせる。さあ行くか。さあ泣け、わめけ、叫べ、貴様らその恐怖のエネルギー、我々シャドーラインにどんどん力を与えるのだ。そこまでだ、シャドーライン。その声は変身いたします。白線の内側に下がってお待ちください。特急チェンジ。はっ、特急1号。どう現れたな、特急1号。サドライン、お前たちは絶対に許さない。この俺が倒してやる。面白い、お前たち特急1号を島釣りにするのだ。よし、出発進行。みんな、特急ちゃんを応援するよ。頑張れ。ありがとう、みんな。子供たちの喧嘩あるたび、俺は絶対に負けない。特急でくれ。お前たちの執着がき、とどめだ。ふっ、よっしゃ、残るはお前一人。あ、あれ、あいつどこ行った？なんだかわかんないけど、わかった。サイザラ、みんな大丈夫だった？やつらシャドーラインは俺たち特急ジャーが絶対に倒してみせる。よし、行くぜ。ふっ、さすが特急1号か。なるほど、想像以上の強さ。これは策を練る必要がありそうだな。そのためにはこの会場に集まった人間たち、君たちの協力が必要だ。だが我々と君たちは今日ここで初めて出会った。初めて出会った人間たちは必ず挨拶というものを行うそうだ。我々もやってみようではないか。だが我々シャドーラインの挨拶はお前たち日頃やってるような、こんにちは、このような生半可なものではないぞ。腹の底にグッと力を込めて元気な声でおーす、これが我々の挨拶だ。分かったか？おっちゃんの話聞いてる？分かったかと聞かれて、分かったならはいと答える。分かりましたか？声が小さい。お前たち何人いるんだ？分かったか？よし、じゃあやってみよう。会場に集まった諸君、おーす！なんだお前たち、元気ないな。大丈夫か？疲れてんのか？もう一度行くぞ。会場の諸君、オース！もっともっとオース！もっとだ、オース！よし、ちょっとずつだが元気が出てきたな。だがサボってるやつがいるな。ちょっと分けてやってみよう。では会場に集まった男の子だけ手を挙げて、はーい。お、結構いるな。よし、では男の子だけでやってみよう。会場に集まった男の子、オース！なかなか元気あるじゃないか。いいぞ。では続いて会場に集まった女の子、手を挙げて、はい。ちょっと男の子よりは数が少ないか。では期待してるぞ。
会場に集まった女の子オース、かわいい。やっぱり女の子はいいな。どうやらこの会場には元気いっぱいの子供たちが大勢いることが分かった。さて続いては会場に集まったお父さんお母さん、手を挙げて、はーい。お、素晴らしいな、協力的だなお前たちな、素晴らしいぞ。よし、では恥ずかしがるなよ、元気いっぱいな挨拶を聞かせてくれ。言っとくけどな、一番恥ずかしいのは私だからな。ご協力をよろしく頼む。子供たちの見本となるように会場に集まったお父さんお母さん、おーおーす元気いっぱいでした。驚いた。どうやらこの会場には我々シャドーラインの協力的な者たちが大勢いるようだ。では君たちに聞こう。我々シャドーラインは特急ジャーを一人ずつ片付けていくことにした。それもキリキ弱いやつから確実に一人ずつ締めていい。そこで聞きたい。確か特急ジャーには女がいたな。あれ女何号だ。バラバラじゃわからん。何号？二人いるの。じゃあその3号と5号の弱い方どっち？5号。それはなんだ、みんな意見合うんだな。よし、じゃあ5号呼ぼう。今から私がせーのと言ったら君たちは特急5号と大きな声で叫んでほしい。さすればやつは必ずここへ現れる。では練習はなしだ、行くぞ。特急5号と叫んでくれ。せーの。素晴らしい、やつは必ず現れる。会場のみんなが呼んでる。特急準備、特急5号。会場のみんなどうしたの？今私のことを呼んだよね、何かあった？まさかシャドーラインが？その通り、いでよ者ども。え、何？現れたわね、シャドーライン。まんまと現れたな、特急5号よ。どうやらお前はこの会場の大勢の奴らから弱いと思われているようだな。何それ、なんだかよくわかんないけど会場の男たちには指一本触れさせないんだから。ほう、威勢がいいな。では我々もお前にとっておきの相手を用意することにしよう。ふん、はぁ、いでよ、何？シャドーモンスターよ。何？おやめやめやめ。さあシャドーモンスター、この特急号を今一人だ、思う存分やってしまえ。いや、行くぞ。聞かねえな。エレエレセーラレタッチャ。今から私は強い、私は強い、私は強い、マクシーグンガー。はい、かな、あら、あらだだ、急に強くなりやがった。レイ、何をやっとる、キアリー。そうやってしまえ。いや、今やってくれたな。さあ、さあ、さあ、その辺でいいだろう。クロス、捕らえろ。さあ、さあ、カクラー。何？何か。特急一号。カクラに何をした？何をしたか？一目瞭然ではないか。カクラから手を離せ。こいつは人質だ。どうする、特急一が。卑怯な真似を。おい、俺と一対一で勝負しろ。お前何言ってんだ、親分が一対一で。よかろう。
特急1号よ、相手になってやる。お前たち下がってやる。わかりやすかく、絶対に助けてやるからな。お前の実力見せてもらおう。行くぞ。こいつ強い。それが特急1号の実力か。苦しかろう、とどめを刺してのに、まさかこの私に傷を。お前たち一旦引くぞ。さくら、さくらを返せ。このつらを追う。無理よ、そんな体じゃ。大丈夫、俺は大丈夫だから。ライト、ライト、早くみんなに知らせないと。なぜ、なぜ特急1号の攻撃がこの私に傷を。やつの力は想像以上だということか。ここは念には念を入れておくべきだな。隊長、次は何を。ただいまよ、この会場に集まった人間たちの中から我々シャドーラインの仲間を探した。ちょっと待ってくださいよ。なんだ、こいつら人間ですよ、我々の敵ですよ、仲間にしちゃダメでしょ。なんだ、人間たちを仲間にするのはダメなのか。えい、絶対ダメです。なんだお前、どうしてもダメなのか。はい、ダメよ、ダメダメ。あけみちゃんか。あだお前、それが言いたかっただけだろお前。あ、ダメよ、ダメダメ。しつこいな。あだって、ダメよ、ダメダメ。うるさい。わし、わかった。私もな、長年シャドーラインをやってきて少しぐらいは人間の仲間が欲しいんだ。だからさ、いいじゃないの。あ、そういうことだったらどうぞどうぞ。もうやれよお前。なんでやらないんだ。あ、すいません、でもやっぱりこいつら人間ですから仲間にするのは無理だと思いますよ。いや、分からんぞ、これだけ大勢いるんだ、中には変わったやつがいるかもしれない。いや、いないと思いますけどね。よし、じゃあ直接聞いてみることにしよう。うん、聞いていたか、会場に集まった人間たちを。そうだな、元気のいい子供たちだけに限ろう。君たちの中で我々シャドーラインの仲間となり、あの特急ジャーたちと戦ってもいいというものは、元気よくはいと言いながら手を挙げてほしい。仲間になる人。あ、おった。いや、本当にいましたね。いや、聞いてみるもんだな。よし、もう一度手を挙げて。はーい、しっかりと手を挙げたままでいてくれ。よし、クローズ。この会場に集まった今手を挙げている者たちの中からとびっきり元気なものを私の元へと連れてくるのだ。そういうゲーム。さあ、手を上げてくれよ、手をな、しっかりと上げてくれよ。
クローンたちによく見えるようにな、手を挙げてくれよ、しっかりとな。正常に扱えよ、お前たち。なんだ、実際に近づいてくると怖いか大丈夫か今は優しいからな、安心するよ。あ、ダメですね、私行かない方が良かったです。そうだな、お前さんですけど。よし、あ、お前来るか、気をつけてな。正常に扱えよ、正常にな。ちょっとここ細くなってるから、正常にな、くれぐれもな。あ、そういうこと。